ケプラー20は、こと座の方向、約950光年先にある太陽に似た、恒星である。ケプラー20は、太陽の0.912倍の質量を、0.944倍の大きさを持つスペクトル型 G8 型の太陽によく、似た恒星である。表面温度は、摂氏5193度と太陽より少し冷たい。級は等と非常に暗いため、 肉眼での観測は不可能である。観測には合計1 5トル以上の望遠鏡が必要になる。2011年、ケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット法での観測で6つの惑星の存在が確認されている。太陽系の場合、地球などの岩石惑星は太陽に近く、木星のようなガス惑星は太陽から遠い軌道にあるが、ケプラー20系は 惑星の推定される素性が、主星から近い順に、ガス、岩石、ガス、岩石、ガス、ガスと、ほぼ交互に繰り返されているという特徴がある。5つのうち、ケプラ 20E とケヘプラ 20F は、地球とほぼ同じ大きさの太陽系外惑星である。特にケプラ 20E は、大きさが、地球の0.868プラス0.074、0.096倍とされ、 それまでで発見されていた太陽系外惑星の中で最も小さく、かつ最初に発見された地球より小さい太陽系外惑星であった。それまでの最小記録は地球の1.47倍の大きさを持つケヘプラー10ビットであった。ケプラー 20F の大きさは地球の1.03プラス0.10.13倍とされたが、2016年のケプラー20グラムの発見に伴う パラメータ修正で大きさは1.003倍になり、地球とほとんど同じ大きさになった。ただし、表面温度はそれぞれ 1040K と 705K にもなり、生命は存在しないと考えられている。ケプラー20ビットとケヘプラー 20C とケヘプラー 20D は海洋性サイズであり、表面温度が高いホットネプチューンであると推測されている。 大きさはそれぞれ地球の1.91プラス0.12、0.21倍、3.07プラス0.20、0.31倍、2.75プラス0.17、0.30倍とされたが、G の発見で B、C、D もわずかにパラメータが修正された。2016年、ケプラー20系に新たな惑星ケプラー20グラムが発見された。 ケプラー20からは 0.2055au 離れている。他の惑星とは異なり、ドップラー分光法で発見されたため、物理的特徴は加減質量しか分かっていない。加減質量は地球の19.96倍である。ありがとうございます。